空耳アワー。誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる空耳アワーの時間がやってまいりました。お相手はこの方でございます。お漫才です。あれですよ、この間やったブルースブラザースの、はいはい、飛べって怒るぞっていうのがあったの覚えてます？あれが相撲界唯一の知り合いの、うん、今親方やってる敷島っていう、はいはい、元敷島、はい、今錦島っていうんですけど、はいはい、あいつが投稿したんですよ。本当知らなかったんですよ。僕も全然ハガキ見てて分かんなかったんです。しかも T シャツだったらしいんですよ。あ、そう、はい、喜んでるのかと思ったら、着れないからいらないって言いやがったねえ、やっぱりこれが喜ばれるでしょ。どうやら、うん、その T シャツは、うん、ヤクミツルさんの奥さんのとこに行くらしいですよ。ヤクさんはいろいろ集めてますね。集めてる人の景品まで集めてますね。集めてますね。びっくりしました。そうですか、はい、早めに行きましょうか。参りましょう。メタリカ、メタリカ来ますね。バージフルフェイトという曲でございます。カムカムイントゥマイカブン、カムカムイントゥマイカブン、マカブン、カンカンエンテンマカベンっつってんだね。あの人、川端康成かと思いましたね。似てたね、いいアクティブしてたね。びっくりした。おはようございます。次行きましょう。はい、次はクイーン。クイーン来ました、はい、クイーンのオーガバトル。You can come along, y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 ou can come along. ラーメンペペありますね。あんまいいですね、これね。いや、うん、素晴らしい。次はですね、海外から来ておりますよ。チベットの、ラサからタモリクラブスタッフの方々、うん、大変ご無沙汰いたしております。5年ぐらい前、大変お世話になりました。タモリの弟子、怖がり金子でございます。お、金子。あれから私はずっと海外を旅しており、今は中国チベットにおります。チベット行ったんだ、はい、ここで音楽を聴いていて空耳を発見したので送ります、うん、よろしくお願いします。おー、チベット入ってたか。チベット入ったの。いや、連絡が来てるんですよ。あ、そうですか。あ、で、今どこどこですとかいうハガキは来てます。あ、そうですか。サニー Yesterday my life was filled with rain サニーYou smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. 聞こえてねえよ。 My sunny one shines so sincere. ソーセージは聞こえないよね。まさにワインはいいから。まさにワインはまあ、ソーセージは聞こえたんやね。ソーセージになってますね。ソーセージになってますね。だいぶ日本語忘れちゃってんじゃないですか。大丈夫ですかね。チベットでおかしくなってる。これでいけると思ったんでしょうね。ありがとうございます。やった、あと1年後に帰ってくるそうですので、はい、まあこれ帰ってたら渡しましょう。帰ってきたんですか。メドチンチンうちに来ると思います。以上でしたね。はい、以上でございます。はい、チベットからでもどこからでもよろしくお願いします。どんどん教えていただきたいと思います。あつ先はこちらの方です。よろしくお願いします。